という場面で平沢、バンベ、平沢コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はマイライフ、オジョの続きやっていきたいと思います。今日から12年目の日本シリーズ、オジー率いるオリックスとセリーグを勝ち上がってきた巨人との戦い、今日は何試合になるか分かりませんが、まずは通常プレイで、今ねオジ絶不調なので、この試合が終わったら調子が上がるでしょう。なので絶不調ですが頑張っていきます。さあまずは第1戦で第1打席がランナーなし、与那原絶好調かよ、絶好調男対絶不調男、その勝負の結果は、やべえじゃん、簡単に追い込まれちった、しょうがない、見せてやろう OG のテクニックを。おい来た、ロケットスタートだけはついてるんだぜ、いけいけ OG バット、やばい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 、アウト、盗塁を失敗してしまった、せっかくヒットを打ったのに、絶不調でもできるところを見せてやる、いったー、どうだ、よっしゃー、2-2よ、絶不調でもねホームランが打てる、これがパワーがついたおじい、よっしゃー、おーよし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 、これ球界の頭脳じゃなくてキャッチャー A も働いてないってことだよね、絶不調だから。さあ与那原くん、よいしょーっと、悪球打ち、やば、すごおじい、めっちゃ調子いいじゃん、絶不調でも猛打賞よ、待って、334変化球レベル334だけど、何投げてくるか分かんねえ、パッパラパ、惜しい、えってパーム、パームはねおじい苦手なのよ、パームはダメ、チェンジアップが惜しい、まあでも勝てばいいもん、よし、危な、よっしゃ、待って待って待って、おじいでしょ、3アンダー大活躍、おじいだろ、今のヒーローインタビューに関しては激おこでいいと思うよおじい、だってホームランも打ってんだもん、おじいがいなかったら負けてたってやつでしょ、いや負けてはないか、同点か、ということで調子が上がった、ありがたい。では神奈川のグリーンティー屋行きましょう、読書をするのだよ、ここで読むはバズーカ早球の本、あとね上巻数回で壊れるというか破れると、あー破れたね。さあここから次は下巻ですね、で最終奥義まであるからね、長いですよ。さあ次はなりきりプレイで、調子が上がったからな、キャッチャー A を見せてやる。さあまずはね一勝できたのがすごく大きい、よっしゃー、タイピン B、 変化球が分かんねえよ、ストレート、サクチェとサクチェはないでしょう、よっと、うまく反応した、うまく反応した、 OK ヒット、せーの、グッド、よっしゃ OK、 いやーおじい完璧な盗塁を決めてからの次は守備だ、高速スライダーパームシュート、まあ、3球種なのでね許すわ、まず川崎足が速いからね出したくないところ、惜しい、いいところ、あー四球ついてんだ、やだよー、オッケー余裕ですわ。さあまたキャッチャーか、ノーアウトランナーか、併殺持ち、いやーいった、持ってかれた和田さんに。さあここで逆転ホームランを打ってやる、作中を待ってやるぜ、おいスライダー、下平、それと宗さん足早いからな、宗さんな、きっとホームに突っ込んで、いや東京ドームだから狭いから、おそらくホームまで戻ってくる余裕はない、それであればホームランしかない、インフィールドだってダッサ、負けるな、よし同点、いいぞいいぞ、胸胸行け、よっしゃーっと、いったー、これでまたこの試合も 2-2 だ、内野安打とそしてホームラン、さっきと一緒だね、しかもスコアも似てる、いいぞやってやれ、よしここで打てば勝ちだろ、軽い球逃げ球、よっしゃっと弾丸ライナー、せんま
千馬、超弾丸ライナー、空調効いてるとはいい千馬、空調が効いてたからさらに狭く感じるのか。いやー、おじいの大活躍でね、勝ちましたね。5打点よ、5打点。157キロ速いね。一発持ってるからね。あーっと、全然合ってねえな。当たりが下手な時はひどい。さあ最後締めちゃいましょうか。石川さんカーブで、おっと、いや切れる切れる、めっちゃ切れる。で、おいっす、オッケー、よっしゃー、おじ喜びのジャンプ、やったー、ヒーロー、快勝です。ありがとうございます。おじいの合計5打点だ。うん、盗塁も決めたし、内野安打も見事だったね。猛打賞だった。ハイボオッケー、あ、来た、ハイボがついた。うわ、金徳ミッションいけるじゃん。いやー嬉しいやつ。しかも2連勝とついにハイボがつきました。では移動して練習しましょう。補給の練習しっかりと休んでおけよ、おじい。では宮城のカフェ行きたいと思います。相変わらずのね、読書ですよ。で、さっき上巻が読み終わったという、読み終わったというか破れたということなので、ここからは下巻ですね。下巻読んで最終奥義読んで、金徳バズーカ早急がつくということで、次はなりきりプレイではなく通常プレイで、さあ3立てしちゃおうぜ。まずそして4連勝で日本一。さあおじいのまた活躍を見せていこう。村木、村木はね強いのよこいつ。チェンジアップ、チェンジアップ、チェンジ、チェンジ、ストレート、オッケー。うわー、もともと村木ともエースと4番じゃなかったっけ、違ったっけ。日本代表だったよね村木ね。よっしゃー、気持ちいいホームラン。うわ、これ地元で胴上げワンチャンじゃん。で、カーブ、カーブはよく曲がる。いや、さすがのコントロール S だね。いや、いいとこつくね。振らせたいってやつな。際どいコースは振らない。まだまだ大丈夫。勝てばいい、勝てばいい。毎試合ホームラン打って、これで今猛打賞2試合連続してるんだよね、そういえばね。なのでここであとはこの試合もあと1本打って猛打賞へ。あるでしょさすがに。よしよし、危な、最終打席がギリギリじゃん。いやー、でも村木投げるんだね、えらいわ。チェンジアップ、よっしゃー、分かっていたさー。いや素晴らしい、 153m。 いやー、おじいに3本、どんまい。チェンジアップ2本、ストレート1本、そして3立てー、あざーす。いや快勝です、気持ちいい。こりゃもう MVP はもらったね。待って、4の3の3ホーマー、反対から読むと3の3の4 334だ。オリックスだから阪神は関係ない、同じ関西なだけだ。あ、調子上がんないかねこれ。さあ、あと1勝です。では神奈川のグリーンティーヤ行きましょう。さあ、どんどん読み進めろ。そして調子が上がったんだ今さっき。いいね。さあ下巻、てか飲んでから読むのね。また変わってるなおじいは。てか移動の時も読んでろよと思ってしまう。さあ最後、もしかしたら最後かもしれない、いやもしかしてじゃないな、最後なので、なりきりプレイで、なりきりプレイでオリックスを日本一に導くんだぜ。さあ日本シリーズ第4戦キャッチャーのまずはなりきりプレイからです。うわー、ちょっと待って、変化球が少ね、落ちる、よっしゃー。てかおじいさ、ハイボールヒッターゲットしたんだから、バットの種類里崎バットから変えればいいのに。大丈夫、おじい何こけてんの。オッケー、おじいなんか今こけてたな、試合中に倒れ込むおじいだったな。竹林わかんねえ、3-2-2。あー打ちたいねそれね、それ間違いなく打ちたいわ。でカット、
カットとかね変化球データ2018のデータなのでカットもね沈まないんですよ。なので名勝甲子園やりながら間違えないようにって感じだね。変化球落ちると思って打ち損じないようにということで完璧ホームランでした。いやー日本シリーズ OG 絶好調だ。もう問答無用に絶対に MVP 完璧な男よ。さて追い込んでるな。ツーシームでゴロ、おっとナイス。でも内野でもさ今走力いいの内野だってどうなん。よしゲッツ完璧オッケー素晴らしい。2つ目のゲッツーよ。おじいの采配がいいんだろうね。あーミゲルはちょっと怖いな。同点ホームランが怖い。なので低め低めで取れる。よっしゃー。さあブルは助っ人外国人が怖いところ大丈夫でしょう。取れるよな。取れないんかい。やべー危ねー。ブルは投げ。あー和田さんか。さっきなりきりプレーの時打たれたよな。よし OK ナイス。いいねおじい絶好調や。さあもう一本カットも2だしね打てるよ。ど真ん中ど真ん中はカモや。いやーもうこの試合で日本一決まっちゃいますね。早いな。この前の、クライマックス日ハムとのね3立てからの3連勝みたいなそんなハラハラされる試合がいいのに。はいまたゲッツー素晴らしい。本当に素晴らしい。ゲッツー取りまくり。あこれ打ったらもう試合決まっちゃうな。それちょっとつまんないから打たないであげようかな。バントとかどう。そんなプレーはしないぜ。あいやーあ取られる取られる取られる。大丈夫大丈夫。おっと1点差。あーこれ同点あるぞ。あゲイル、あゲイルはねすごくいい。変化球がすごくいいった。あぶね。ゲイルは変化球がすごくいいので外してこれでチェンジアップで三振よ。オッケー。緩急つければ本当に余裕。待って待っておじいこおじい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 、チェンジアップがあるピッチャー本当にいいと思う。さあバッティングカウントからど真ん中。いや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 ど真ん中率高すぎるでしょう。おかしいな。いやーこれ日本シリーズ全ての試合でホームラン2本以上。いや初戦2本打ってね。でも全ての試合で猛打賞。うーわ盛り上がる展開きたじゃんこれ。さあターニングポイント1点でも失ったら危ない。あー取れないか取れないか。させるさせるさせるさせ。おい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 。やばいやばいやばい。同点される同点にされる。うわ平沢さん平沢さんは怖いぞ。オッケーホームスチール。何しようとした今。よし勝った終わった。え何だったのホームスチールあれは。やったー謎のホームスチールを決めてきた。いや決まってないんだけど。いや嬉しいんだけど最後のなんだろうコンピューターが謎プレイを。ボール球だったから振らなかったってことかな。いやそれでも振れよって思うんだけど際どいコースだったしね。いやーこれでオリックスも日本一に導きました。あと行ったことのない球団横浜ですね。横浜のみです。なので来年は横浜に行きたい。ローメロー。ということで早い4試合で終わってしまった。ということで契約更改は次回にしましょうかね。残念ながらお楽しみに。やったー近くのホテルで千里いるかな。あでも今千里お腹の中にね5人目の子供いるからね。男の子なのか女の子なのかどっちなんだいっていう感じだけど、コーチはね確かね秋山コーチだったと思う。現役のね秋山選手でロメロ監督いけー。あれメガメガは
なかったのか。なんだロメロ監督強えな。さあここで日本一になってタイトルとかの表彰は終わったんだっけ。完全に多分 MVP 日本シリーズの発表あるよね。あ対談、あランクルさようなら。うわ全然知らねえ。ファルコンとか、あメイソン、メイソンは覚えてるわ。どんどんといなくなる。ボーン、そこかよ、骨って言ってたやつだな。興味がなさすぎた。ということで今日はここまでにしたいと思います。まさか日本シリーズを4立てできるとは思わなかった。早々終わってしまいました。次回は契約更改、そしてオフシーズンを楽しんでいきたいと思います。ということでまた次回のおじもお楽しみに。バイバッチ。